もうお腹いっぱいで眠いでしょ。うん、眠い。お願いします。おいしょー。おあれお、だいぶ行っちゃった。多分大丈夫です、うん、左上、うん、結構左上。お願いします。おいしょー、うん、一緒です。ワイルドですよね。うん、このスイングいないですよ、ね。ないよね。ない。ないかな。その左足の使い方というか。なんか意識してるんですか。意識はね、あの足がこうくねってならないように意識はすごいしてて。どっちの足ですか。左？右足なんですよ。でも意識してるのは。右足がこうなんか。こうなっちゃう癖が結構あって、うんうん、それが結構曲がる原因、うん、っていうのをすごい言われてたんで、こう右足を引くじゃないですけど、打つ時に何だろう、伸ばすイメージで打ってはいますけど、うん、なんか左足の感じが気になったんですけど、うん、打った後ですよね、うん、打つ前、打った後です。どの瞬間の左足、なんかどこだろう、この辺じゃないですか。大げさにやるとなんだろう、勝手になっちゃうんですよね。なんかインスタとかでも、うん、なんかどういう意識で左足の伸びをしてるんですかとか結構質問もらうんですけど、自分でもよく分かってなくてそうなったんだよ。答えられないそうみんな謎のまま謎のままなんでだろう。でもなんか昔のプロゴルファー感ちょっとないですか。うん、あります、あります。今っぽくない。今っぽくないよね。うん、面白い。おわっしょー、すげー、メソン、すごいな。ご飯食べた後でも全然触れますね、うん、お寿司の効果が問題ないですか。ちょっと高さが危ないんで抑えます。うん、お止まる、おうま、止まった。たいちゃんとかってその一緒に回る人たちにスイングの話とか聞いたりするんですか。スイングの話はあんまりしないですけど、うん、やっぱショートゲームの話とか、私苦手なところ、うん、アプローチパターとかすごい上手くいたら、うん、今のどうやって打ったのとか聞いたりしますね、うん、って教えてもらう。アプローチは上手い人ってなんかこれが違うとかってあるんですか。その例えば58、佐保さんとかも58度だけって言ってましたけど、うん、1本のクラブでいろんな球が打てる、一通りじゃなくて低いのもちゃんと打てるし、うん、スピン効かせるのもロブも上手いし、うん、なんか、うん、すごい、なんていうんだろうな、引き出しがある人多いです。あとは距離感がうんうん、絶対にもう OK 以内につけてくるから、うん、距離感ですかね。おうち、おう、パッ、うん、パターで例えばピンからシューって線何回か戻して引いてこうかなと思って打つみたいなってことしかやってないんですけど、うん、私だったら例えばこれフックっぽいんですけど、うん、なんとなく一番曲がる高いところ、うん、山の高いところをなんとなく決めるみたいな、この辺だとするじゃないですか、うん、そしたらまずボールとカップの後ろから1回ライン見てこの辺かなって決めたらこことカップの後ろに、へー、でここから見てそこからもどのぐらい切れるのかなって見るとなんとなくそのラインがイメージしやすいんです私は。
一番曲がるところからカップに向かって、はい、カップとそこの点をつないだ後ろからも見る、うん、でも感覚的なとこだと思うんですけど、自己流、自己流でもこうやってる人もいますね。へー、そのラインはその自分の中で引いてるんですか、イメージしてるんですか。してますね、イメージします。こう転がるなっていう、はい、どっちからですか。僕カップからなんですよ。私は、あ、でも私もカップから見るかもしれない。カップからラインが来て、カップからこういう感じで見ますね。おー、サボさんどんな感じやってるんですか。私は、あ、でも一番膨らませるところ、一番外側はどこかっていうのは私も見てて、そこからどう転がるかなっていうのを結構頭の中でイメージしてたんですけど、その点とホール結んでっていうのはなかったんで、新しい発見、新しい発見やってみようかなそう、膨らませるところは結構見てます。打つ前ってボールから行くようなラインで、それともこうカップから来るラインですか。私ボールからです。ボールから、うん、ありがとうございます長めのパー3、右でも左でもどっち外してもいいっていう感じなんですか。ここはどっちでも大丈夫そう。うん、嫌な予感のままですか。さっきのトップがよぎりましたしえ、普段ラウンドはもう、まあ、ほぼ毎日行ってる？ほぼ毎日ですね。もうプロテストもあったから、うん、ずっとずっとゴールでした。そうだよね、うん、どこ行くことが多いですか。最近はやっぱりそのテストの会場が多くて、で普段は結構いろんなとこ行ってます、うん、千葉でも埼玉でも。いつもはゴルフどのぐらいでやってるんですかでもやっぱ祝日とかお休みの日にしか行けないから、うん、そうですね、まあ多くて8回結構行きますね結構多い。3連休とかが結構重なってたりとかしてる月は、はい、そんぐらい行くなんかも、お休みもじゃあ学校ゴルフとかそうで、 YouTube は自分で編集とかやってるんですか。うん、ね、編集は会社の人にちょっと頼んでやってもらったりしてるんだけど、はいはい、撮影はもう一緒に回ってる人に撮ってもらってそうですね、できないですよね、うん、編集とか、うん、わかんない。そう、でもソフトを買ったんですよ、うん、あの初心者でもおすすめみたいなだからちょっと挑戦しようかなとは思ってるんですけど、はいはい、更新頻度を上げたくて、うん、うんうん、そう、うんゴルフ毎日行くか、うん、すごいですね。大変大変ですね。ネタにも結構大変、うん、大変ですよね。ネタも大変ですラブルが多いですね。うん左端グリーンのですかね。
バンカーには入れたくないですけど、うん、おお。うん、ナイスです。ありがとうございます。ソン、今どうやって打ちました？今は、うん、距離は120だったんですけど、うん、ちょっと大きめのクラブ持って、うん、で左足、あ、つま先下がりだったんで、うん、抑えて打ちました。あんまり振らないで打ちました。そしたらホットストレートで結構いってたんで、ね、振らない抑えて打つ、うん、アンジュエーション悪い時は結構抑えて打つことが多いです。その方が結構うまく寄ってくれるかな、うん、あれ振るとやっぱり右にわーっていっちゃう感じ。そう、行きやすいですね、やっぱり、うん、当たりも悪くなっちゃうし、うん、無難ですね、うん、こっちの方が。下行っちゃいました？ちょっとくぐっちゃいました、うん、ああいうなんか球がちょっと浮いてる時とかって、はい、頑張るしかないですか？下スコンっていっちゃうじゃないですか。難しいですよね、うん、どうやって打つのはい、どうやって打ってます？くぐりそうな時、いや、なんか今のとかだったらこうエッジからピンまでも結構あるから、立ってるクラブで押さえて打った方が、うん、転がしはできるから、多分その方がくぐらないかな。やっぱりロフトあるの使うとどうしてもくぐりやすくなるから、うん、少し立ってるの使うのもありですかね、うん、なるほど。そう、でも難しいですよね、結構諦めるくぐりそうだなみたいな。そこに打った自分が悪いって感じ。うん、ナイス、ナイスボディ。ではタイちゃん、はい、サホさんのキャディバッグの中身を物色しようのコーナーをやりましょう。イエーイ。物色しちゃっていいですか？タイちゃん積極的だね。これはポーチ、ポーチ、これはもうティーとかが、あー、まあ、綺麗に山ほど入ってる。ちゃんとアンダーアーマーですとか。すごいですね。面白いのはないかな。すごい、ガンガン行くね。何これ、ちょっと待って、大丈夫かな。あ、やばい。何ですか？靴下、タバコ、111号棟、ブルーベリー117。これ、去年 あの会社のゴルフ部で、あの、いわきに泊まって、次の日ラウンドコンペするっていうのがあって、これが、あの、忘れ物リスト。私、漢字だったので、あの、これ忘れてますっていうのをもらったっていう。あ、宿舎に置いてったもの。あ、そうです。あの、111号棟はここ、117号棟はブルーベリー忘れました。ブルーベリーなんですか？、はい、あ、ちょっとなんかケイタって書いてある。今日ラウンドするのに、あの、ゴルフボールがないって言って、あの、昨日、はい、一緒にラウンドだったんで急遽もらってきました。ケイタさんから、同僚の、はい、さんから、はい、ちょっと電気が入ったボールです。ボールはタイトリスト縛り。タイトリストです、はい、うん、私もタイトリストです、うん、開けます。これはまたアンダーアーマーです。そう、アンダーアーマーのカッパですか？カッパ。めっちゃ収まってる、綺麗に。あ、グローブ、なんかすごいビニールですよ。そう、グローブと、ね、あ、宅急便カバー、サングラス。そう、サングラスね。なんかすごいまとまってる。本当面白くないよ。じゃあ A 型ですか？うん、 B 型。手袋、手袋が年季入ってますね。結構毛玉になっちゃいますよね、うん、布に使うと。でもやっぱ布じゃないと嫌で、うん、私もです、うん、布がいい。破けないけど毛玉になる。そうそうそう。これはあれなんですね、手にはつけないんですね。そう、手にここにつけるスタイル。ジュズ。そう、多分これもらったやつで、ここに色合いがいいんでつけてます。本当、サホピー。そう、大学の時から。え、もう
これ多分高校生の時からつけてます。サホピーと呼ばれてた時代。はい、フォーティーです。全部フォーティー。フォーティー、こっちもフォーティー。 RM22 58と57。ちょっとライバー見せましょうか。あー渋い渋い渋いですか。うん、これはディアマナ、赤いディアマナイリマ 60g の S S ですね。現役の時から変えてなくてドライバーを、うん、全部。おなのでちょっとスペックが今きついっていう。きついんだ。ちょっと軽くしたい。振らないとダメなんで軽くしたいなって思ってます。めっちゃやばくなく私も綺麗にしとかなきゃなって思いました。次の動画では多分サホさんがタエちゃんのキャディバッグを物色するっていうコーナーが、はい、あのくらい積極的に言っていいんだと。どんどん出されて、はい、入ってないけど。はい、ありがとうございます。